プラス A をご覧の皆さん、チコちゃんに叱られるオンステージ、その時歴史はチコっと動いたに出演させていただきます、浅川奈々です。やっぱり一番楽しみなのはチコちゃんがどういう風に現れるのかっていうのと、やっぱチコちゃんって番組でも結構面白いことをこう言ってくださるじゃないですか。だから一体どういう風な掛け合いをできるのかっていうのは楽しみがありますね。あとは子供たちの笑い声とかがちょっと聞けたらいいなって、みんな子供たちの笑顔が見れるんじゃないかなっていうのも楽しみの一つではあります。ちょっと私割と忙しくなったりするとお家の片付けを結構怠ってしまったりとかで、部屋が掃除機を毎日かけられなかったりとか、洗濯が溜まっちゃったりするので、そういうところをちょっと一括怒っていただきたいなっていう、私の私生活に対して一括入れていただきたいなっていう、聞いてみたいことでもやってみたいことでもなく、やっていただきたいことではありますが、そうですね、ちょっと一括入れていただきたいなっていうのがあります。そうですね、頑張ります。私もキャストの皆さんをこう聞いた時にマジかマジかマジかっていう、本当に豪華な皆様とこうご一緒させていただくので、足を引っ張らないよう、ね、萎縮せずガンガンぶっ込んでいきたいなと思っておりますって言ってる声が震えてはいるんですけれども、はい、でも本当ヨーロッパ企画の皆様がね、今回ご一緒させていただけたりとかするので、個人的にそこがめちゃくちゃ楽しみなので、笑いとはバラエティとは何ぞやを学んでいきたいなと思ってます。どうして日本には四季があるんだろう。寒いのが嫌いなんですよね。寒いのは嫌いだけど冬は好きなんですよ。で、暑いのは嫌いだけど夏も好きなんですよ。なんでだろう。なんかバカっぽいこと言っちゃったけど、なってみたい、考えたことなかったな。なってみたいか、武将の皆様というか、沖田かな、沖田さんのあの刀をですね、私も使って、ね、戦ってみたいなと、ね、刀剣を乱舞してみたいなと思っております。よく寝ます。よく寝るので起こしてください。起こしてください。めちゃくちゃ寝ちゃうんですよ。どこでも寝ちゃうので、ほんと椅子とかでね、こういう椅子でももうこうやって寝たりとかしちゃうので、ただ寝起きは別に悪くないから、起こされればちゃんと入って起きるから、寝てるのでもし何かあればトントンとやってくださいっていう注意事項って何なんでしょうね。それですね。10時45分までにちゃんとそのスーパーの前に行けたら、よし今日もちゃんと自炊しようって言って、じゃあ今から何作るか、冷蔵庫に何あったかとか言ってちゃんとやろうっていうのが決めてることではあるかもしれないです。はい、チコステ、私はタイムトラベラー役でこんな感じで、ね、ここにプラス黄色い手袋がつくんですけれどもド派手な衣装でやらせていただきます。チコちゃん知ってる方は一体どういう風になるんだと私も思っておりますし、いろんな人に言われました。チコステって何ぞやと私も思っております。きっとでも面白い作品になるのは間違いないと思っているので、ぜひ3月だから春休みかな、春休みにお母さんお父さんと小さい子は来てほしいですし、まあ、キャストの皆さんが好きだったりとか、チコちゃんが好きな大人の方もぜひちょっと春休みの思い出に劇場に足を運んでいただけたらなと思っております。楽しみにしていてください。よろしくお願いします。